3月の23日がやばすぎるぞ。この野郎がふざけんなよバカ。どうもあえちゃんです。今回なんですけれども、最新のイベント、今回そちらについて話していこうかなと思います。このチャンネルがいいなと思いましたら、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価していただけると、僕のもし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 。今回なんですけれども、3月23日は何が来るのか、最新のイベントについて話していこうかなと思います。シャンクスのガチャの終わるタイミングおかしくないですか？14時に切り替えっていうのが普通なんですけども、なんと10時59分に終わりますと、この時間に終わるのって考えると面白いですよね。じゃあこの日に何かが来るんではないのかなと、これは予測ができるんですよね。メンテナンスが来ております。1月17日の時もですが、11時から18時までですけども、メンテナンスが来ております。で、皆さんこの日付と時間を見てもらえればわかると思うんですが、メンテナンスが来るのがだいたい11時になっていると思いますが、このガチャの終わるタイミングが10時59分イコールなんですけれども、メンテナンスが来るでしょうということで、今回そのメンテナンスについて話していこうかなと思います。過去の情報をまあ見ていきますと、メンテナンスって何が起こっているのか皆さんご存知でしょうか？基本的にはですが、最新のガチャが来ることはまずないです。超フェスの復刻があるかと思われます。皆さんこの中からなんですけれども、もし超フェスで実装するのであれば、誰が実装してほしいですかね。まあ、個人的にはですけれども、ゼファー先生が濃厚なのではないのかなと思っております。もしくはですが、レッドシャンクスですね。まあ、この二人が濃厚なのではないのかなと思っております。皆さんどう思いますか？ぜひですね、このご意見をいただけると嬉しいなと思います。まあ、おそらくメンテナンスが終わるのがですが、17時とか18時かなと思っております。バウンティーラッシュで未だに実装していないバウンティーの酒場っていうのが、実装が濃厚じゃないのかなと思っています。まあ、この実装をするのか、もしくはスキルの当たらないバグとか何かのバグの修正があるかもしれません。まあ、この2つしか考えられないのかなと個人的には思っております。皆さんのご意見もぜひいただけると嬉しいなと思います。このチャンネルがいいなと思いましたら、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。またな。